今回は、東方ロックメイデンやっていくぞ。なあ霊夢、いろいろ突っ込みたいことがあるんだがいいか？いいわよ。どんどん来なさい。こらもっと、どんと。なんかうざいんだぜ。それでこのチャンネルの主さんどうしたの？力尽きました。は？いろいろ見てもらった方が早いな。なあ霊夢。効果音と BGM のセンス終わってる。私もそう思うわ。ダイヤだ。約1年間企画力動画のこといろいろと試行錯誤してたのよ。こんな感じにね。ダイヤすごい見つけるな。ゾンビだぜ。鍛えたならゾンビなんてイチコロだぜ。当然よ。当然あのスケルトンも見えてるよな。もちろん、多分。なんとか無事に着地ね。当然当然。周りを見渡してるな。は？え？見なかったことにするんだぜ。霊夢？お。ただいま。画面からはいなくなったがな。さっきのテラリアなんだが、何をしてたんだ？あれは、危機感知を鍛えてたのよ。それって個性か？おっとこれ以上はやばいわ。私もそんな気はしてたぜ。あなたが個性とか言い始めたんでしょうが。ところでゼンゼロもやってたんだな。そうよ。ざっかりエレンと武器引いてるし。まあ、いろいろあったみたいよ。ところでロックメイデンは？霊夢？あ、ごめんごめん。今山形県行って広島行って帰ってきたとこよ。なんかいつも最後にツッコミ入れたい言葉が来るんだよな。ってことで東方ロックメイデンやっていくよ。私もやるけどブッナーナもアフレコするのよ。動き気も。誰がバナナだ。それよりアフレコよ。おうよ。なんか、胸騒ぎがするわね。よう、お届け物だぜ。ほれ。いらないわよ。あぶね、台本と違う。何よこれ。うわ、やば。なんじゃこりゃ。え、あ、うるさ。あ、なんだ霊夢、果たし状も知らないのか。え、あ、そうじゃなくて、私が言ってるのはそういうことじゃなくて。そうなのか。そうよ。私は本を取りに行くからまたな。確かに私だからな。ちょっと待ってよブッナーナ。誰がブッナーナーだ。あなたよ。私はマリサだ。まったくなんなのよ、いろんな意味で。こっちのセリフだ。仕方ないわね。とりあえず内容の確認ね。めんどくさいけど。本当にめんどくさいけど。なになに。この人は霊夢、高魔感似てます。また面倒くさいお仕事が始まりそうね。でも上等だわ。ちょっとは面白そうだし。ふふ。やってやろうじゃないの。任せるんだぜ。私はただ見てるだけだからな。私に任せなさい。まずはルミアね。ふふ。ケチョンケチョンにしてあげるわ。こっちのセリフよ。まずはルミアのところに行かなくちゃな。でも今は操作方法の確認を。寝たいな。こんなの簡単に倒せるわ。え？こんなの簡単に倒せるわ。こんなの簡単に倒せるわ。当たってないんだけど。そんなの気のせいよ。あれ？こんなの簡単に。今だ。なんだ霊夢、随分必死だな。そんなことないわよ。おやおやおや。いい調子だぜ。さっきのは全然本気出してなかったからよ。下行くわよ。まだ下があるのね。そうみたいだな。次はどんな敵がいるのかしら。楽しみだわ。私の力なら全然大したことないんだけどね。その割には逃げる素振りをしてる気がするんだが、気のせいか？そんなことないわよ。ほら簡単に倒せてるわよ。いた。なんだよいきなり。邪魔だからどいてほしいわ。あいや。そんな素直にどいてくれるんだな。長年の付き合いだからね。そうなんだな。あと霊夢気をつけるんだぜ。なんか嫌な予感がするぜ。いきなり消えたわ。これじゃあ、床がわからないじゃない。霊夢見るんじゃなくて感じるんだ。したらいずれ見える。わかったわ。頑張って見てみるわ。ほんとだ。明るくなったかのように見えるわ。それは本当に明るくなってるだけなんだぜ。また暗くなった。ここはしょうがないな。結構減ったな。見えないからいろいろ当たってるわ。やばいんだぜ。この、よし。この霊夢ちゃんを倒せると思ったのかしら。霊夢。どんまい。やっとここまで来れた。結構苦戦したわ。霊夢が苦戦するとはな。おかしいわよね。だって圧巻握りつぶせるのに。それはまた別な気がするけどな。次はどんな奴がいるのかな。ワクワクするんだぜ。バネがあるわね。結構高く飛ぶわね。そうみたいだな。これなら簡単に進めそうね。この敵も無視して進めるしな。またあったね。相手嬉しいよ。私は嬉しくないわ。だからまたね。またね。これ足場じゃない。攻撃すればいいのかな。そうみたいだな。これで足場もできたし攻撃して正解だな。もうそろそろでルミアに会えるかしら。なんでそう思うんだ。足場が不安定な感じするからよ。あなたはもう霊夢食らったな。しょうがないから食らってあげたのよ。したら来ないかなってね。なるほどね。またあったね。次はいよいよルミアか。そうなんじゃない。なんか雰囲気がそんな感じするし。後には引けないみたいだな。そうみたいね。ってことでよくここまで来たね。そんなに間抜けな顔して。うるさいわよ。
あんたなんてすぐに倒してやるわ。潰されたな。まだまだ負けないわよ。あと少し。霊夢気をつけるんだぞ。当然よ。あ、どんまい。次回リベンジします。今日はもうしないのね。霊夢ちゃんの心がぽっきり折れました。